イバン・ストリニッチは、クロアチア・スプリト出身のサッカー選手。クロアチア代表。ポジションは、ディフェンダー。地元クラブのハイドゥク・スプリトでプレーを始め、2006年に、ルマン FC の B チームとプロ契約を交わした。その後再び、クロアチアに戻り NK フルバツキドラゴボーリャツと契約した。ディナモ・ザグレブと契約寸前だったが、最終的に、 ユース時代を過ごしたハイドクスプリトに移籍することを決断した。2008から09シーズン開幕戦の NK、ザダル戦で移籍後初出場。2009から10シーズンはレギュラーを確保し、代表にも呼ばれた。ディナモザグレブとのクロアチアダービーではゴールを挙げ2から1の勝利に貢献した。2010から11シーズンは UEFA ヨーロッパリーグ2010から11。 全試合に出場した。2011年1月27日、FC ドニプロに400万ユーロで移籍。SC タフリアシンフェロポリで移籍後初出場、初ゴール。2015年1月、SSC ナポリに移籍。2015年1月18日の SS ラツ予選で、セリエ A デビューしシーズン終了まで9試合に出場した。しかし以降は、 ファウジグラムの後陣を廃止2015から16、シーズンには5試合の出場に終わった。2017年8月31日、UC サンプドリアに200万ユーロで移籍。2018年7月2日、AC ミランへ3年契約で完全移籍。2018年8月18日、心臓に異常が見つかり、戦列から離れた。 2019年1月12日からチームに復帰し、シーズン終了前に10回ベンチ入りした。2019年7月、バイエルンミューン県との親善試合に出場し、非公式戦ながら遺跡後初出場を果たした。2019年8月26日、2年の契約期間を残し双方合意の上で契約を解除したことが発表された。2010年5月19日、 オーストリアとの親善試合に臨むメンバーに召集された。以来、代表における左サイドバックのレギュラーポジションを確保した。UEFA ユーロ2012ではグループリーグ全3試合に出場した。イタリア代表戦ではマリオ・マンジュキッチのゴールをアシストし1から1の引き分けに持ち込んだ。2014FIFA ワールドカップはハムストリング負傷のため辞退した。 2018FIFA ワールドカップでは7試合中6試合に出場し準優勝に貢献した国際 A マッチ49試合0得点ありがとうございます。